にゃんこはにゃんこはにゃんこはさ、頑張る頑張る頑張るよ。1マップ丸ごと攻略、わけありで1個残しは1時保留。だってだって最後のステージ、どう考えても1時間のうち時間食うから、回復には使えません。だから停車します。頑張れ頑張れ、おとしかこんなだけ見てこなく、あたかんもんなあおんぼんぼん、青だけはってへこにかく。そうなのさ、やほー。今回はなんと、絶踏パンデミック星4を、一気に攻略しちゃうぞ。1個残ししなくていいのか。今猫間35と統率力が必要なので、一つ終わらせちゃうんだよ。ニャンコンボはバイオハザード、獅子王、骨骨ボーン。カメラマンを出しながら働き猫のレベルを上げるよ。研究力を増やすのはいいとして、肝心のマネーはどうするんだ。あちらからこちらに提供してくれるので、心配はないよ。本日紹介するのはワニボン。希望小売価格は低いけど、まずはこれをお金に変えます。カメラマンで攻撃しても入金は後だぜ。カメラマンを先に出した理由は塊を作るため。カメラマンが密集したら次天空の準備。ゾンビキラーに熱砲強いを利用して、次の投資資金を準備します。お金がないけど大丈夫なんだよな。で、新たにやってきたチビブンブン。オドラマンサーで足止めして両方貯めていきます。以前ピンチなんだが大丈夫なんだよな。投資は順調に進んでいます。オドラマンサー数体にカメラマン。お小遣いを持ってきたが金庫たち。ここから先行出資が火を吹きます。哀れチビブンブンは動けません。カメラマンはその間に攻撃。貯金箱を大きくしたら、右肩上がりに金額は上昇。皆さんお分かりいただけますでしょうか。投資したキャラはほぼ無事。金銭も十分溜まってきたので、前進します。このままで流行られるのでミスターを生贄。条件反射でカオル君は攻撃。その隙にオドラマンサーで止めて、カメラマンで攻撃。えげつねえ。時間が経つと胸にぽっかり穴の開いたペンギン。ジャッキーが来るので、見かけたら次の対策。本当はこの時点でミスター出しておくべきでしたが、まあこうなりますよね。ミスして何が投資だよ。はい、ダマック。もしもに備えた保険が効いて、カオル君は動けません。そして新しい利益になりました。貯金箱を大きくしておけばもっと入りましたが、持ち越しはできないのでいいでしょう。ムートが到着する前に勝負がつきな。今心の穴を埋めるお手伝いをしています。ここは先行部隊に任せましょう。天空とカメラマンが言ってるので、まあ勝てますよね。じゃあ次行くか。ここでスペシャルなお知らせ。このステージ、本能に目覚めたキャラが活躍します。ニャンコンボはバイオハザード、骨骨ボーン、ミラクルライブ。普段全く使わないコンボだな。なお攻略にあたり、狂乱のモネコはレベル30にいたしました。うわぁ金かけたねー。 100% のクリティカルは時間がかかっても欲しいところ。メタルサイボーグを引き付けたら、クリティカル要因と先日進化した猫ぐるぐる夫婦に頑張ってもらいます。団体だが動きを止めるんだったよな。そして今回ジュラザウルスのクリティカル本能を最高まで上げさせていただきました。ってことはつまり確率は 10% を超えてます。そして水鉄砲、メタルゴマ様相手に大活躍です。出せるものはどんどん出していって、長引かせないようにします。でもレアの攻撃力ってそんなに高くないよな。でも残りは強メタカバぐらいが強敵で、また出てきましたね。妨害と100のクリティカルは効いてるみたいだが、イベントオールスターズが来てなかったらレベルアップはしませんでした。ただドロップが悪いので、1個残しを消費して周回しても身入りは悪いです。この編成って城を攻撃するとき時間かかるよな。ムートを入れる余裕はありません。蕎麦屋の手も借りたいくらいなので、時間をかけても勝利を取ります。壁を1つ外してムート入れればよかったと思うんだが、メタル相手に3分なら安いものですよ。渦で入手できるキャラの第3形態、ニャンコンボが楽しみです。
まあここは言わないでおこうな。クリアしたところで次に参りましょう。ここはゾンビと波動のセットされたステージ。星4じゃなきゃチビバルが使えたな。ニャンコンボはバイオハザード、骨骨ボーン、スポーツ女子。ゾンビキラーは2枠、武蔵とチビ天空。狭い上に金欠が怖いので猫ボンしよう。チビ天空を1体出したら、しばし様子見。先行、もしくは危険と感じたらもう1体出します。そしてチンタラやるわけだな。ニャンコ砲はエンジェルにしてますが、正直か上に期待しないのが吉。カバタリアンが出てきたのでもう1体。面倒な奴が出てきましたが準備はできてます。初手でムートを突っ込ませるのもありですが、ヒットバックの再ゾンビの後ろに下がったら手が出せないので我慢。波動向こうの3種を駆使してコアラッキョを叩きながら、ムートを緊急用に置いておきます。使ってしまったがゾンビが前に出てきたな。できれば白破壊に取っておきたかったのですが、まあそこはチビ天空に任せましょう。さあ宮国武蔵。せっかく波動向こうにゾンビキラーまで持ってるのですから、働いてもらいます。コアラッキョは倒したな。デハ天空を出しつつゾンビを攻撃。武蔵は足が遅いので見捨てるのもあり。天空を出せるだけ出して火力をアップ。ガラ空きのうちに全軍突撃。ゾンビ軍団を殲滅と同時に城を破壊。敵を出させてはいけません。一応攻略成功だな。確認を取れたので次に行きましょう。脱出を阻むもの。ここをできるだけ速攻します。今のキャラじゃ無理じゃね。ニャンコンボは滅法強い小中に体力アップ症。マキシマムビーキな設定ですが、これで決めます。資金の準備をして、イノシャシを倒す準備をします。前準備に時間がかかるから倍速してるが、最初はリッスンとウサギンだな。あくまでこれは小物。レアキャラ3種を貯めていきます。ニャンコンボアイラブジャパンとトンドンの方が良かったんじゃないか。ですがマキシマムの性能を引き出す場合こっちが有効。全体を考えれば確かにそっちがいいですが、イノシャシを早期に倒して、キャラクシーに反撃の余地を与えたくない。そんな乙女心が、全くありません。イノシャシさえ早く倒せれれば問題はないというわけか。それでもギャラクシーの攻撃受けちゃいますが、体力上げてるので大丈夫。理想はぴょんぴょんですが、レベル不足のためできないです。あとはところどころで出てくる小さいのと、城を攻撃でクリア、2分の攻略を倍速するかね。1マップクリアとなるとどうしてもね。次行くか。ここはステージ構成上苦戦しました。楽に勝てないところばかりだな。ニャンコンボはアイドル志望、スポーツ女子。敵が出てくるまでひたすら待ちます。引きつけるんだな。メタカバがいますがクリティカルは使いません。大丈夫なんだよな。壁は2枠ですがマキシマムが兼任。攻撃の基本はミーニャになります。遠方範囲で撃ちまくって教授を倒します。あと猫兼任が使えるな。射程で飼ってるキャラを持ってないので、遠方範囲と波動に頼ります。メタルは踏み台にしておけばいいでしょう。教授の前が開いてしまったぜ。突っ込みが来るまでなんとか耐えて。無理だったな。では再び時間をかけて準備。ミーニャを出して攻撃開始。すでに出している猫仙人にも頑張ってもらいます。2体目の教授が近づいてきてるんだが、最初の1体は撃破。どう転んでも星4では時間がかかります。始めた時期が悪かったから、囚人持ってないんだよな。来年の1月までの辛抱。教授の前がガラ空きになったら、マキシマムで攻撃。滅法強いので活躍はします。時間はかかりますが、おい、教授3体目が出てきたぜ。時間のかけすぎが原因ですね。出せるもの出して対処。危なくなったら生産を絞って守りに徹します。レアとエキストラじゃこんなものなのか。まあ特に攻撃力が高いわけでもありませんし、地道に攻略に専念するのが正しいかと、出現パターン上しょうがないか。根気よく頑張るのがコツかな。制限がかかってる上に、レベルは上限に達してるから、本当の持久戦だな。その甲斐あって喋ってる間に教授は辞職。
これでパーフェクトをどんどん出していけば、射程と攻撃速度の関係で問題はないよ。それでも後からどんどん出てくるんだな。まあのんびり待ちますか。あと一つで終わりです。次はかなり時間がかかるな。巻き巻きでいきますので大丈夫。このステージで悩んでる方は結構いると思います。とにかく時間がかかるんだよな。ではレッツゴー。にゃんコンボはバイオハザード、骨骨ボーン、スポーツ女子、王さんが近づいたら、にゃんこかゆ術師で 100% 動きを止めて、草刈りを出していきます。もし少しでも変な動きを見せたら、雷砲で止めます。それでも確実とは言い難いな。そのために研究力を上げて草刈り量産します。動きを止める中のニャンコンボはこの後を考えると辛いので、数と体力優先しました。ノックバックが1なので、少しでも動き出したら負けます。ニャンコンボをいじれば危険は減るんだよな。今は雷砲があるので大丈夫です。ではこれよりコブ兵を1体ずつ作っていきます。星3までならメガロを使ってまとめて倒すこともできますが、押し合いに強いキャラも、特別射程で有利なキャラも、持ってないのでステージの中央付近に引っ張ります。4体のうち3体はラーメンだけで倒します。他のキャラは使わないのか。体力的な問題で使えるのは、ラーメン、チビジャラミ、ムートだけです。ムートは最後の1体用に取っておいて、危なくなったらジャラミで押します。ラーメンの生産速度と足の速さからして、必要はないので安心です。随分手間がかかる攻略だな。確実に攻略するにはこれしか思いつかなかったんです。メルスとコラボがなかったら危なかったですね。他の攻略方法はないのか。運ゲーの要素が高くなりますが、草刈りと雷砲で止めて攻撃。それくらいしか星4では思いつきませんね。普通は呪術師とニャンコンボ、草刈りで止める時間を長くするんだよな。それだと今のプラス値ではコブ兵で苦戦するので大変です。低確率でも数さえ揃えば危険は減るので、それで対処させていただきました。では最後のコブ兵は、ムートを使って決めていきます。こいつ以外のコブ兵に使ったらいけなかったのか。何かの間違いで城を叩きすぎて、2体出たらアウトです。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。さあ桜さんに勝てるかな？最初はグー、ジャンケンポン。私たちはグーを出しました。勝った人はおめでとう。負けた人は残念。次回も見てね。